シマウマの馬車に乗るウォルター。ハイドパークをこれで回って話題になった。トリングパークで飼っていたガラパゴスゾウガメに乗るウォルター。このゾウガメはロトゥマと名付けられ、年齢は150歳以上だったという。第2代ロスチャイルド男爵ライオネルウォルターロスチャイルドは、イギリスの動物学者、政治家、貴族。英国ロスチャイルド家の着流であるが、 銀行業には関心を持たず、動物学研究に傾倒した。初代ロスチャイルド男爵、ナサニエル・ロスチャイルドとその夫人、エンマル・イーザ・ホンドーとシルトの間の長男として、ロンドンに生まれる。弟に、チャールズ・ロスチャイルドがいる。子供の頃から動物好きだった。子供の頃には、ガヤ、蝶の収集をしていた。ケンブリッジ大学、モードリン・カレッジで動物学を学ぶ。 その卒業論文は高い学術的レベルにあり、教授たちから大学に泊まって学者になることを勧められたが、1889年には大学の研究室を去って、ソ祖ソネーサンメアーロスチャイルドによって設立された投資銀行、NM ロスチャイルドサンズで働くようになった。しかしさして重要な役職にはつかず、動物学研究を続ける時間的余裕をわざと作った。 また銀行業の仕事に際しても大英帝国各地に散らばる視点を活用して動物に関する情報を収集したようである。1892年にはロスチャイルド家所有の土地トリングパークに動物園と動物学博物館を設立した。博物館には多くの動物の剥製や昆虫の標本が集められた。また動物園には世界各地から動物を購入した集め。 研究員たちと共にその生態を研究し、動物学の本を次々と刊行した。彼によって新発見された動物も少なくなく、それらの動物には、ロスチャイルドキリンなど、ロスチャイルドの名となっている。博物館には哺乳類の白生2000、蝶類の白生2400、爬虫類の白生680が展示されており、また研究室には30万の蝶類の皮。 20万の蝶類の卵、225万の昆虫類が収められているという。ウォルターの墓には、アスク・オブ・ザ・ビー・イッツ・アンド・ゼ・ウィル・テル・ジー・アンド・ザ・バーズ・オブ、ザ・エア・シャル・ディクレア・アントゥ・ジーの墓悲鳴が刻まれている。生涯見込んで、死生児の娘一人しかなかったため、ロス・チャイルド男爵位は、おいのヴィクターが継承した。ウォルターの肖像が重要位にあたるエドムンドド、ロス・チャイルドは、 自伝の中で、ウォルター博夫は変わった人だったと述べている。彼によれば、ロスチャイルド一族の子供たちが集まるクリスマスランチで、ウォルターの甥いであるビクターがよくお父をからかって、ウォルター博夫さん、アリゲーターとクロコダイルは何が違うのですか、などと質問するのに対してウォルターは子供たちが、クスクスと笑っているのを気にもせず、どもと思った、長い解説を始めるのが常であったという。 生涯未婚であったが、マリア・バーバラ・フリーデンソンとの間に、死生児の娘オリガ・アリス・ミュリエル・ロス・チャイルドを、設けている。オリガは初めブライス・エヴァンズ・ブレアと結婚していたが、1981年に、第四代チャーストン・男爵、リチャード・ヤード・イコール・ブラーと再婚し、1992年に死去している。ウィキメディア・コモンズには、ウォルター・ロス・チャイルドに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。